皆さんこんにちは。ありがとうございます。今からね、短い時間ですけどもね、しっかり、僕たち歌いますんで、楽しんでいただけるといいと思います。オープニングは桜メドレーと題して、今までに歌った曲の中で桜を題材にした曲ばっかりね、オムニバスにして皆さんに楽しんでいただきました。前半は、今日のテーマである緑ではなくって、過去に歌った曲をね、ピックアップして皆さんに聴、いていただきたいと思います。続いて2曲聴いていただきましょう。トゥモローと夜空の向こうなんですけれども、トゥモローは岡本真代さんの作品、1995年の作品です。岡本真代というのは真夜中の間に夜と書くんですけれども、まさに真夜中にお生まれになったそうで、両親が真夜中に生まれたから真代という名前を付けたそうです。続きます、夜空の向こう。これはスマップの有名な曲なんですけれども、今日は、春分の日ですよね。ちょうどお彼岸の真ん中なんですけれども、春分の日っていうのは確か僕の記憶に間違いがなければ昼間と夜と同じ長さの時間という日、特別な日だと思います。彼岸というのはその真西から東から日が昇って真西に沈むっていうことで、やっぱり特別なっていうことでお彼岸、彼岸へというのが生まれたと聞いておりますけれども、その彼岸、なんでこんな彼岸の話をしますかと言いますとね、夜空の向こうという曲が、実はスマップ本人たちが歌った中国語で歌った中国語バージョンというのがあるそうなんです。ご存知でした？夜空の向こうの中国語バージョン、その夜空の向こうの中国バージョンの中国の題名が夜空的彼岸という漢字を書くそうなんです。夜空的っていうのは、夜空は普通に夜空の向こうの夜空ですね。夜空的っていうのは敵っていう字ですけど、わかりますかね、敵っていう字で彼岸ってそのまま書くんですけども、ちょっと発音がね、僕ちょっと心もとないんですけども、イエコンデアビアアンなんていうふうに発音するそうなんです。漢字で書くと夜空的彼岸。この2曲をね、続けてお送りしたいと思います。まずはトゥモロー。Oh,
2曲続けて聴いていただきました。トゥモローと夜空の箱、次はですね、演歌を聴いていただきましょうか。津軽海峡冬景色、ご存知の石川さゆりの、15枚目のシングルになります。1977年に、最初に発表されたそうです。石川さゆりさんはデビューの時はアイドル歌手でデビューしたそうで、あまり売れなかったらしいです。でちょっと転校しようかなとお思いになったのかな、あの演歌の方に行きましょうと言って、最初の曲がこの曲だったそうです。この曲で非常にヒットして、演歌歌手石川さゆりというね、知名度が、ね、上がったというふうに、聞いております。じゃあ聴いていただきましょうか。石川さゆりの津軽海峡冬景色。
歌を歌ってくれるんですけども、歌を歌う前にこういう物語のこういうシーンで自分はこういう役どころでっていうことまで全部考えて歌を作っている一人です。前半最後の曲に、なってしまいました、皆さんよくご存知の恋という歌を聴いていただきたいと思います、星野源の、曲で2016年に発表されました、恋ダンスっていうのを皆さんも少なからず、ね、踊ったことがあるんではないでしょうか、今日はダンスの話ではなくって星野源のこの源っていう名前についてねちょっとエピソードがありますので、ご紹介したいと思います、これは芸名ではなくって星野源という本名だそうです。源っていう漢字皆さんご存知ですか？大体皆さん分かってらっしゃいますよね。はい。このご両親がですね、八百屋さんだったらしいんですけど、これは全然関係ないんですけれども、星野源が生まれた時に漢字一文字、それから外国の人も呼びやすい名前であること、それから生まれた日が本当に水曜日だったみたいで、雨の日の水曜日に生まれたっていうことで、山水がつく水に関係のある漢字っていうこの3つの縛りの中で源という字を選んだそうです。はい、星野源の恋、聞いていただきましょうか。前半最後の曲です。「君のだ
前半楽しんでいただいて、僕もね、一曲皆さんに歌いたいんですけど、いいですか？結構何回もこういう場所で僕MC の時に話してるんですけども、結構偏ったものしか聞いてなくって、今から歌う歌は全然本当に恥ずかしいんですけど知らなかったんです。最近やっと知ったっていうかね、ある合唱祭で他の合唱団の方たちが歌ってて、こんないい曲があるんだって知った曲なんです。恥ずかしいんですけどね、聞いてください。いいと思います。Oh.
で15分間の休憩をいただきたいと思います。後半は今回のテーマである緑で楽しんでいただきます。15分休憩をいただきます。